アイダール湖は、ウズベキスタンナボイ州とジザフ州に存在する湖で、ある。ウズベク語では、クルは、湖の意であるが、クルを、湖の名称に含めた、アイダルクル湖と呼ぶことも多い。アイダール湖と元のアルナサイ定地を合わせた全面積は、4000平方キロメートルである。この地域には、アイダール湖、アルナサイ、トゥズカン湖の3つの寄水湖があり、現在は、 ウズベキスタンとカザフスタンにまたがって存在するキジルクム砂漠の南東部に位置する。アイダール湖はソビート連邦の灌漑計画の際に副産物として意図せず出来上がったものである。1950年代まではアルナサイは塩分を多く含む干上がった低地であり、春にはトゥズカンブリスタン湖より少量の水が流れ込むものの、それ以外は気温の高さから 水が供給されず、干上がるような土地だった。1960年代前半にシルダリア川が、せき止められ、そこに、チャルダラカンガイダムが建設された。ダムの水門で水量がコントロールされていたが、1969年に、大規模な洪水が起こり、ダムの許容量を超えて、水が溢れ出した。1969年2月から1970年2月の1年間で、 シルダリア川の年間流水量の約60%がチャルダラ貯水湖よりアルナサイ低地へと流れ込んだ。このようにしてアイダール湖は意図せず出来上がったものであった。1969年以降アルナサイ低地はチャルダラ貯水湖の許容量を超えて流れ込む水の供給を受けるようになった。アルナサイ定地は水の供給を受けるうちに湖へと発展、現在では 縮小を続けるアラル海に続き、国内2番目の大きさの湖へと成長している。2005年、アイダール湖の水量は44.3キロ立方メートルとされている。今日、アイダール湖の全面積は3000平方キロメートルである。アイダール湖に含まれるミネラルの量は平均 2000ppm にまで減少している。湖には、スズキ、ブリーム、ナマズ、 コイ、カムルチーなど様々な魚が生息しており、釣りを楽しむこともできる。1994から2001年の統計データによれば、760から2000種類の魚が生息しているとのことである。湖周辺では、キジルクム砂漠で見られる動物ショーに加えて、アラル海から飛来する鳥類などの様々な動物も観察することができる。アイダールコは、 居住地域からは離れたところに存在しているため湖ができるまでは換散とした土地だった。現在は345世帯約1760人が湖近辺に生活している。アイダール湖付近では釣りのほか、ゲル体験やラクダ乗りなども楽しむことができる。ありがとうございます。